グッドファーザーザ今回ね株のデメリットについて話してくださるってことだったんでちょっとね興味持って聞いていたんですけどもなんだろうな紙のデメリットってなんだろうなんだろうみたいにね迷ってますね <laughs> あの話し方としてはうーんまあ株のデメリットについてお話ししますと私の考える株のデメリットはまあ3つありますみたいな感じで話し始めるといいと思いますよここれはどどんんななとででももそうなんですけども 何かについて話そうとするときにまず結論を簡潔にお話しするんですよ。まあ、例えば私の場合でしたらこういうふうに話します。株のデメリットっていうのは私は一つ大きなものがあると考えてます。それは元本保証がないってことなんですよ。このようにね結論を言います。でどういうことかというとって言ってあとはつら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 と言えばいいんですよね。え例えばですね何か時間をかけてお仕事をする。 時間をかかけてどっかでコツコツと働くまあそれにはどんなデメリットがあるかっていうとこれこそまさにデメリットはないんですよ働いて1時間900円で働くと900円確実もらえますよね月給20万で働くと1か月働くと20万確実もらえますでも株のデメリットって何でしょうかそれは元本保証がないっていうふうに言いましたよねこれはね株式何かを買いますよね 勉強してコツコツやって時間をかけたからといってその株を買った100万円なな100万円が増えるとは限らないんですよ逆にパーになる場合もあるんですよねこれがデメリットだと思いますだって他の仕事とか収入源ってやれば必ずプラスになるんですよね手元にお金残るんですよ少なくともマイナスにはなりませんでも株ってマイナスがあり得るんですよね100万でスタートして マイナスになってマイナス30万で70万しか戻りませんでしたってあるわけじゃないですかだから私は株のデメリットはたった一つ元本保証がないことだというふうに思ってますけどもいかがでしょうかえー、それではね本日の返信動画は以上ですゴッドファーザーファーザーいってらっしゃい